船の上ですか。ちょっと画角を調整してね。オッケーです。見て、今日ちょっと巻いてみた。巻いたって言っていいあれレベルのあれじゃないんだけど。ちょっと巻いてみた。わからんよね、黒い服着てるから。どう、わからんわ。ちょっと、本当にちょっと。いつも巻かないんだよね、顔。巻くの好きじゃなくて。皆さん、アメブロはもう読みましたか？アメブロ更新したんですよ、今日の朝くらい更新した。なんで今日巻いたのかって、巻けるようになりたくてさ、巻いてみたんだけど、そんなにだよね。正直、まあちょっと違う、ちょっと古い。ちょっと古い感じになる。読書感想文3年間同じ内容で、顔もそうすればよかった。律儀に書いてたよ毎年。でもこんな薄い本で書いてた。超薄い本で読んで書いてました。だってただのゴミになるだけじゃないですか。書いても書いたところで何も入賞とかしないし、ただのゴミになるだけだから、何書いてても変わんないよね。取っといてないもん全部。自由研究とかは取っといてあるけど。賞取ったことないです。習字と、なんだっけ、点画なんてあったっけ、あの、点点点点点、線と点点点点で、なんか、スケッチするやつ。と、あと、ポスターかなはあるけど、ポスターあったかな、あったような気がする、一回。習字は毎年一回入んなかったかなぐらいで入ってました。基本的に点描画って読むっけ。自由研究。3年間の自由すぎるでしょそれは。十分かな。今日丸い、そうなの、髪の毛巻くと丸く見えるの。いつもここに髪の毛があるからあれなんだけど、今日は丸いです。佐藤習字教室に通ってました、夏休みの期間だけ。リビングなんだけど。毎年開かれる佐藤習字教室。でもね、小学校 1,2 年生って
鉛筆じゃないですか。僕はなんたらかんちゃらみたいな書き写すやつ、あれ入ってたんですよ。あれね、毎年っていうか1、2年生、3年生から習字なんだけど、1、2年生で入ってて、これ簡単すぎないかって思ってた写す、書き写すだけじゃん。だからでも今見ると下手なんですよね、きっと。小1の頃は簡単すぎるでしょって思いながら一生懸命書いてましたでもあれね、一回間違えるともう一回最初からなんですよね。消したりするとあれだから良くないから。そう、なんかなんだっけ、金銀銅みたいなあるじゃないですか。優秀優良下良だっけ、わかんないけど、そうそうそう、金も取ったし、銀も取ったし、銅も取った全部取ったことあります。入ってない時もあるし、全部あるけど。そう、小1ながら字はうまかったと思う、カホ。そう、走るの嫌すぎて連絡帳に親の字真似して書いたことあるもん。体育は見学しますみたいな通った親の字を真似て書くのもすごい得意で小学校の時にやってた。どうしても走りたくない時に友達の連絡帳にも書いて出してましたバレてなかった。そう、一回上に書いてもらった字を真似して書くんですよ。あと音読ノートみたいな、音読カードか、音読カード、家で親の前で音読しないといけないやつがあって、毎日それも嫌だったから親の字真似して書いてましたなんかずる賢かったうん、多分バレなかった気がする。言われてないもん。普段がすごく真面目な生徒だったから良くないタイプです。でもちゃんと生きてたちゃんとルールの範囲内で生きてましたよ。自分が嫌なこと、苦手なことをしなかっただけでそれ以外はちゃんと、そう、あえて悪いことを、あえて悪いことっていうのか、なんだろう、しなくていいことをしてたわけじゃない、しなきゃいけないことをしなかっただけダメじゃんね、結局ダメなんだけどもうなんかすっごい地味なサボり方しかしてなかったです。地味かな
そうだってそれで今こうして普通に生きてるんだからめっちゃめんどくさがりだったよカホ。あれだお母さんにカホはベビーカーに乗ってる時期がすごく長かったって言われて、カホも覚えてるんですけど、お母さんの付き添いで百貨店とかデパートとか行った時に、お母さんって結構見るじゃないですか服屋さんを。もう歩くのも嫌だし座って待ってるのも嫌だしってなった時にベビーカー乗れる年齢の時はずっとベビーカーっていうかなんかあるじゃないですか、ちっちゃい子が乗る、歩けるのに歩こうと思えばだけど、うん、それ乗ってました歩けないって言って、うん、それ乗ってました。だってお母さんがなんか見てる時も近くでさ座ってたらいいだけだから、ずっと長かったって言われて、お母さんにその期間がね、ベビーカーの期間が長かったって言われて、顔はめっちゃ自覚あるなって思ったあ構成してよかった。いやでも、もう小学校がめちゃめちゃ遠かったんですよめちゃめちゃ遠くて家から、でもう行き帰りで1時間はかかる、往復1時間はかかるぐらいの距離で、もう中学は1時間以上かかったんですけど、高校はそうね往復3時間ぐらい大学往復4時間だからね、もうだから結構足腰は強いんですよちっちゃい頃全然歩いてないけど、逆になんだろう、学校行くようになってめちゃめちゃ歩いたから、そうだから学校と家が5分の距離にあるとかっていう人の話を聞くとすごいなって思う、うん、すごい親がなんかその距離に家を建てたっていうのがすごい頭がいいんだろうなって思うけどでもカホのところは静かだからさいいです、私のうちも。あでもね思ってました、だ高校はカホが行きたいって思って、自転車通学が嫌だったんですよ、自転車乗れないし自転車って日焼けするし疲れるじゃないですか、なんで歩いて1時間半ぐらいの距離の学校に自転車で通わないといけないんだろうと思って、だったら電車通学の高校にしようと思ってなんかお母さんがそう言ってた、大学じゃない高校だと自転車になるから電車で行ける高校にして、自転車電車にしました。そうでもあれなんですよ、ちゃんとやり遂げてるからやり遂げてる、自転車だったら逆に多分行かなくなったと思う学校に行きなさいっていう親だから行かなくなることはないだろうけど、高校は毎日楽しく行ってました、遅刻したりしたけど、そうでも自転車で5分とかの友達もいていいなとは思ってたいいなって思ってたし遠いなって思ってたけど、自分が選んだから全然通ってましたね毎日ガンダッシュして乗り換えもさ2分か3分しかなくて、駅めっちゃ走ってました、全力で同級生と、今日やばくないって乗り換えダッシュしてました。なんか男子は自転車で行く人多いですよね、学校帰りとか遊びに行けるしね自転車で。
カホもね全然なんか外タイプだったら、うん、自転車乗ってたと思うけど家タイプだったんですよ。家でおままごととかしてる方が好きだったから。めっちゃ雨降ってるね。そうでもねこの間お母さんとなんだろう怪我すること危なっかしいことはカホは結構あるけど、そうカホが家でお姉ちゃんと鬼ごっこして家の角で頭ぶつけてここになんか傷跡あるんですけど今も、うん、いつだろう小学低学年ぐらい幼稚園かな。で真夜中に救急車で病院行ったことがあって、なんかその話をしてた時にカホはその車とぶつかったり家で転んで頭に傷打ってきたり本当になんだろう無駄なところで怪我するタイプなんですよ。もう部活中とかじゃないのなんかそこみたいなタイミングで怪我することが本当に多かったんだけど、骨折とひびとか捻挫打撲はないんですよでもなんかカホがその運動めちゃめちゃ苦手じゃないですかじゃないですかって言ってもわかんないか、苦手なんですよ運動苦手というか嫌いなんですよ。運動することが嫌いなんですけど、何の話しようと思ったんだっけ。そうだけどダンスは割とやってるのと、なんかダンス踊ってて転んだりはしてるけど何回もツアーでもさ3回こけたしね、なんかこけたりはしてるんだけど、なんだろう転んで骨折ったりとかはしてないじゃないですか。そうだからどこかでサボってるのかなって思ってお母さんに聞いたの。カホって骨折したことないけどなんかこのなんだろう全然動けない運動神経と体力なのにここにいて骨折しないからサボってるのかなっていう話をしたら、でもカホは小中高大学とずっと歩いてるから足腰は強いんじゃないって言われて、ああそういう考え方もあるのかなって、うん、そう思うようにしてるけどフフフ超歩いてたよ。だって大学生の時なんか毎日1万歩を超えてたもん。めっちゃ強い足腰。自転車乗れなかったからさ小学校中学校は、高校はまあ高校は乗ってないか乗れなくてほとんど、だから遊び行くのも徒歩ばっかで2時間かけてなんか場所行って2時間歩いて帰るとかもしょっちゅうあったから、もうハイキングレベルで友達と遊んでた。いつもだから歩くのは割と好きです。最近はやっぱヒールとか履いちゃうとさ足痛いってなるけど、運動靴だったらもう全然歩ける。3時間とか歩けると思う。カホ歩くのは好き。だいぶ歩いたと思う。
逆にやっぱこう今大学生も終えてってなると全然歩かないですね。歩くの嫌になる。わかる？歩くの嫌にならない？栄え行こうみたいになった時にもう 10分15分とか歩くだけですら、って思う。劇場から名古屋駅、行けちゃう。冬とか暑くなかったら全然歩けます。暑いと嫌だけど。わかります。そう、でもやっぱり車があるっていいですよね。でも車がある分歩かなくなっちゃうけど、車があるのはすごく便利ですよね。車乗り出したと初めてなってたね。歩かないもんね車って。ショッピングモールとか行った時はでも考えちゃいます。なんか効率よく回る方法ってあるじゃないですか。なんか見たいお店がこう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 みたいな、ある時はその移動距離をいかに少なくできるかって考えながら回るんですけど、結局、全部見てから好きなところ、なんか気に入ったところに戻ろうみたいになるから結局意味ないんですけど、考えます。歩かなくて済む方法考えちゃう。結局ね、やっぱどっかでサボってるんですよ。どうしよう。あ、でもなんだろう、サボってるって言うとあれなんですけど、公演の日は公演しか目的がないじゃないですか。だからなんだろう、劇場着くまでは本当に死んだように生活します。楽な服で行くし、なんだろう、靴とかもあんまりヒール履かないとか、なんだろう、公園に向けて足の状態を保つのと、公園後にあんまりしんどい靴履きたくないから、もうなんか本当にトレーナーで行っちゃうみたいなとかはしちゃう時はある。なんか気合が入っ、気合っていうかテンション上がってる時はもうオフショルとかあのヒールとか履いていくんだけど、今日ちょっと公園しか勝たんみたいな、公園しか無理だって思う時はもう公園以外は捨てます。プライベートも捨てます。公園だけに、なんかだってもうそれだけじゃないですか、その日の目的って。だからもう本当にね、もうこれ行き帰り見られたらちょっと恥ずいなって思う感じのもうテンションで行きますね。捨てる。公園以外捨てる。でもその涙に沈む太陽をやってた時は曲の靴がヒールなんですよ、ピンヒール。だから最近バランス感覚悪いなって思う時は劇場までヒールで行って、劇場までヒールで行くと公園のピンヒールのなんだろう、バランスの取れ具合が良くなるんですよ。顔だけかもしれないけど、 その日ずっとヒール履いてるっていうのがあるせいか、なんかグラってなったりしなくて、そうバランス悪いなって思う時はピンヒールとかヒール履いて行ってたりしたんですけど、今ユニットないから
特にないかな。ピンじゃなかったらヒールが、ヒールがピンじゃなかったら何でも割とバランス取れるので。未来が目にしみるとかのヒールもちょっと変わったんですけど、カホめっちゃ好きなんですよあのヒール。でも結構メンバーはヒールで踊るの大変だから最後の曲ヒールじゃない方がいいなって言うけど、カホは逆にヒールバッグ履いてるからペタンコになると疲れちゃうんですよ。チーム E はペタンコの靴がなくて、ほぼハートのベクトル金木犀のローファーとお縄刈りのロングブーツのヒールがちょっと弱いぐらい、1センチ2センチぐらいしかないぐらいで、未来が目にしみるはどれくらいだろう、5センチぐらいはあるのかな、あるヒール、重力シンパシーも5センチぐらいある。何々してみたいよ、どれぐらいだろう、8か10ぐらいあるのか、10はないか、8センチぐらいのピンヒールなんだけど、そう普段ヒールだからね、ヒールの方が動きやすいんですよ顔だから。あのフラストレーションの靴はすごく痛かった、踊りにくかった。逆にあのチーム E 公演のあの未来が目にしみるの衣装でフラストレーションやってる時の方が楽だったの。もうみんな踊りにくいって言ってたけど、まあ、確かにグラグラはするんだけど、うん、動きやすいっていうかなんかはありましたね。厚底はね転んじゃう厚底はね意外となんかなんだっけ、ストールっていうっけ、この足がさプチつま先だとしてこうあってヒールあって、この前も高いところなんか名前ついてるじゃないですか、それがなんか3センチ8センチとかだったらいいんだけど、4センチ5センチとかのマジモンの厚底は転ぶ。本当にステンコロリンストントンって感じだから、そうね厚底の靴はでもあんまりないかな、なんかの撮影で履いたけどほぼないかも。厚底でメンバー結構履くよね、カホも履いてた時期あったし流行ってたからかな、ちょっとねわかるヒヤヒヤする感じ、カホもねよく転ぶからもう履いてない危ないよね。そう最近はどうだろう、ブーツ系が多いかな、足首までなんかあるとそんなに転ばないよねでも靴にヒールが入ってるタイプの靴かかとになんかちょっとヒールっていうかなんかちょっと高さがある靴、運動靴みたい、運動靴じゃないか、まあでもそういうの好きです。でもほとんど家から出ないので何も履いてない、肌地たまにモコモコの靴下履いてるぐらい、全然肌地です。最近ね服がねカホも迷子、なんか去年一昨年着てた服がもう合わないんだよね。まあ髪の毛伸びたからっていうのもあるんだけど、なんか24の割にはブリブリしすぎかなみたいな見えちゃう服が多くて、もう何着たらいいんだろうって思ってる最近。
限界かもしれない。服服に対する限界かもしれない。プリプリしてほしい。どういうこと？難しいんですよね、最近のなんか服。うん、何着たらいいんだろうって思う。そう、もうなんだろう、トーク会用とさとかほラボ用のお洋服があったら10月はいいじゃないですか。だから、うん、特にいらないかなって思って、最近は服は買ってない。カーディガンは届いたけど、最近大人な服に目が行く、かな。とか言って今日はそんなだけど、今日ここにさ、おっきい襟みたいなついてるんですけど、これで半袖とかになるとめちゃめちゃブリブリなんですよ。だからこれはノースリーブだからいいんだけど、その大きい襟系の服は、まあ、普段から全然着ないんですけど、名古屋駅とか行くと売ってるから、ああいう系はいかんなと思って通り過ぎてる、いつも。ね、服はね、ネットだよね。でもネットってさ、当たり外れあるくない？めっちゃ寝たのに眠い。古着は苦手です。似合わない、めちゃめちゃ似合わない。ネットね、失敗するよね。実物見ないとさ、生地薄かったりさ、丈が短かったりさ、ほつれてたりするよね。最近カホがこういう形の服欲しいなって思ってるやつを探してるんだけど、あんまり見当たらなくて、迷子、お洋服迷子。
ストリート系ってどんなやつだろう。ストリート系ズボンにゴールドのネックレスに長い T シャツでバケハみたいなダンスできそう系のやつですか。ネットのお店はね、あんまり決めてないかな。欲しい服で調べてヒットして、あーかわいい欲しいって思ったら買う。セットアップね、着ないかな。なんかジャケットとショーパンみたいの多いじゃないですか。めちゃめちゃ似合わないんですよ、ジャケットが。アンパンマンだからさアンパンマンだから、アンパンマンだってジャケット着ないでしょそういう感じになっちゃう似合わないんですよね、やっぱ。あのボディースーツにマントつけてた方がいいよ顔は本当に似合わないんです。セットアップ、あとは何だろう。セットアップ、なんかニットの上下とかはあんまり着ないかあんまり着ないかも。でもそれだったらワンピースでいいかなみたいななっちゃうよね。お水飲みたい。あかん。何の曲か分かりました？今の何の曲か分かりました？顔がペットボトルの歌で奏でてた音楽割と長かったよね。 A メロからサビまで流したもん分からんよね絶対くだらんすぎ、暇すぎるよね今の、ちょっと今のこの話暇すぎてるよ違うよ。もし自信をなくしてくじけそうになったらいいことだけいいことだけ思い出せ。サビまでやったからねさっき暇なのよ
やることがもっと他になんかないのかな、このつまらん娘がって思ったよね、ごめんごめんごめん、五代五最近そうなんかね、なんかお仕事はまあしたりしなかったりはするんだけど、まだ報告できないというか、なんだろう、なんで言う、そう、そのうちわかるよみたいな感じの収録とか、だから今現在話せることがほぼなくて、かといってお休みながらどっか行くっていうこともしなくて家でもう毎日同じ景色を見てるんですよそうだったら別にショールームしなくてもいいじゃんみたいな、話すことないんだったらショールームしなくていいじゃんみたいな思うと思うんですけど、してもいいじゃんって思ってしちゃうんですよ。でものループなんですよ。だからなんだろう、やっぱ普段からあんまり人と喋らないタイプっていうのがもう露呈されてる。喋れないんだもん、だってそんなに何を思って生きているのかわからない自分がなんだろう、絶対そのたくさん喋る人、喋る性格のタイプの人って一日中家で過ごしてたとしても話すことってありふれてくると思うんだけど、ガオがこの性格だから同じ、多分同じ一日のスケジュールを過ごしたとしてもそんなに喋らないだろうなって思って、そうめっちゃなんかリアクションが良かったりめちゃめちゃ喋ったり感情表現が上手な人って羨ましいなって思うんだけど、顔はね乏しいんですよそれがどうしたら、まあでも悪くはないと思うんですよ悪くはないと思う、カホは別にどういう人でも好きだから別にどっちでもいいなって思うんだけどなんかね、なんかね、そうラジオをやってるから3秒以上無言はあるんだけど、3秒以上無言になると喋んなきゃって思っちゃう。いやもう過ぎた今3秒なんかないかな、なんかさあるんだよ絶対あるんですよ、今日何してさみたいな、でも毎日そういう話になっちゃうなって思って、まあ、それでいいんだけど、会話ってそれなんだけど意味のない話、まあ意味のない配信ではあるんだけど意味のない話ができないんですよあんまり、まあ、してるんだけどね普段だけど、相手が面白いって思わたり、へえみたいなそれ知らなかったみたいな、会話をしなきゃみたいな、どっかで思っちゃって、オチのない話ってあれじゃないですか、聞いてもあれかなって思ってってなると、じゃあショールール何話そうみたいななって何もなくなるんですよ
そう、なんかね、意味のない話をできるようになりたい。意味のない話って大事なんですよ。ガオがあんまり子供ないだけで。ってなると何喋ろうってなるんですけど、なるんですけど、でもでもカホ自分みたいなタイプがいてもいいんじゃないかって思うから別にいいんですそれで。でもそうなんですよ、ショールームとか何かってなると本当にない、本当に何か喋んなきゃってなるじゃないですか。ならない、なんかこういうこと考えたことないですか。こうよくしょっちゅう考える、でもオチのない話をしても話せる、よく話す人っていろいろ話してきてるからうまいんですよね話。でも話すことが下手な人ってオチのない話したら本当にオチのない話だから、って思っちゃう。なんかないかな。今日何喋ろう、思ってない思ってない、配信しよっかなみたいなテンションなんですけど、いざすると何喋ろうってなる。よいしょ、思ってることがないんですよ、無関心なんだよね。今何考えてるって言われたら、うん、ないないの。そう、なんかなんだろう、よくないんだよねきっと。よくないと思うんだけど、まあでもそれはそれでみたいな。そういうタイプなんですよ。考えるくせに、なんだろう、ネガティブすぎることはない。今日一日どうやって過ごそうっていうのを一日中考えているタイプ。ずっと同じこと考えて、まあでもよく考えてみたらね、意味を持ってショールームしてる日の方が圧倒的に少ないやじゃない、ほぼほぼないよ。カホがなんか今日の配信は絶対見ないと損みたいな、そういう日はないよね変わんないや、もう常いつも何も変わらない日常です。今日もしちゃった時の対応、保湿する、めちゃめちゃ保湿して水分飲んでビタミン取ってじゃない、あと摩擦をしない、でも確かにカホが推しの
配信見てるとき別に求めてないや、なんか、ゆずさんっていつも何話してんだろう。野球の話ばっか、あれだな、なんかこうなんだみたいな。あ、でもゆずさんめっちゃ喋ってるや、野球の話を置いといてみたいな。でなんか違う話して、でまた野球の話するんだけど、あ、話したいことあったんだみたいな。野球の話の中にあるんですよ、何かが。カホもなんかあれしようかな、ホラー映画の話の中に挿入していくタイプ。そう、まあでも推しがね配信してたらもうそれはそれだけでいいんですよね、それだけでいいんだけど、推しじゃない人が見た時に成り立たないのかなとも思うんですけど、まあ別、別に別に、なんだろう、話の内容どうこうより多分あれだよね、タイプかタイプじゃないかだよね、きっと。首が疲れちゃったか、珍しく。もうね、カホね、本当に何も考えてないと本当にね、何時間もぼーっとしちゃうからダメなんですよ。本当に時間過ぎていくのが病なタイプ。ひに、よく人と喋るメンバーは話すの大体うまいと思う。本当に人と喋んないんですよ、カホ。話すの下手だからつまんなって思われたくないというか、思わせるなんか時間を作りたくないというか、つむじ。ここになんか置けばいいってこと？どう？バウンス。なんかないかな、なんか最近みたいなみたいな感じの話。なんか8時ぐらいまでしようかなっていう気分だったの今日。多分終わってからお姉ちゃんと樹海村見るんだけど、わかんない、見ないかもしれないなんだろう、なんかないかな面白い話。ノリで行きたいよね。ノリで生きようってかは決心したこと100回はあるよ。ノリで生きよう。なんか青山テルマさんみたいな元気な感じの生き方がしたい。わかる、ウェーみたいな、今日もハッピーしてこうみたいなタイプ絶対なれないよね、カホ。どうしたらなれると思う？もうなんか前髪も気にしないみたいな。ノリで行きたいでも考えるの好きだからな。絶対でもノリで生きてる人もたくさん考えて生きてるんだよね。
ドリブルしてるみたい。なんかないのかな。見て、今日キラキラつけてるの、まぶたに。見えない。見えない。チャックで奏でる。無理だった、情熱大陸やったんだけど。無理だった。伝わった？伝わってもない。DJ の方っぽいか。バイオリンだったんだけどな、今の。普段何してるんだろう。何もしてないんだよね、きっと。なんかすごい変な、どうせさ、どうせいつも意味のない話をして生きてるんだよ、赤穂。ここにさ、ここへ、なんかここ、ここじゃなくてここ、ここにエクボできる人って可愛くないですか。急な話。ここにエクボできる人可愛いと思うんだよね。ここどうやってエクボと、ここの筋肉鍛えたらいいのかな。ここにどうやったらエクボができるのか知りたいんだけど。ここがへこむの、カホ。こっちじゃないんだよね。ちょっと、もうちょっと上なんだよね。こっちはね、ちょっといけそうなんだけど、こっち無理なんだよね。どうしたらいい？ここになんか筋肉、マッサージしたらいいかな、毎日。可愛くない、ここにあったら。へえみたいな。どこの筋肉使ってるのみたいな。可愛いよね、笑顔が。なんかより可愛く見えるというか、ね、めっちゃ可愛いと思う、ここ。ほくろ取りたいんですか。ここ取ったらみんな嫌がるかな。でもここ取ったらなんかつまんないか、顔が。ここと、ここら辺の音、ここの音を取りたいんですよ。ここ取ったらつまんない、いらないよね。でもいる？ジャンプポイント本当？取りたいんだよね。取りたいと思って生きてきた
カホは15年間ぐらい。ここでこうやると見えないんだよハンデじゃ隠れない。ほくろは隠れないの。今はいいの。撮りたい撮りたいけど、みんながえって言うじゃないですかみんながえって言うから、えってな。入る前に撮ればよかったね。めっちゃ嫌いなんです、ここ。いらないと思う。多分撮るね、いつか皆さんがえって言わなくなったら撮ると思う。言ってても撮るかもしれないけどめっちゃ嫌い、ここのほくろ。いつから？小学生の時からあると思う。小でもない方が盛れる写真は盛れる。いや、なくない？もうちょっと上だったら可愛いんだけどね。ちょっと下なんだよね。消えてたらごめんねいつか撮るとしたら冬なんだよね。あくび意味のある話をしようとすると困惑させちゃうのあ、じゃあ取ってペンで書いとくわ。ちょっと上にちょっとずつずらしていくの、上に集中着地点この辺見えないあれみたいな。えカブちゃんどんどんずれてないとか思ったら消えた。分からん、こう戻ってまたこうやだな、このここ通ってくるのかもしれない。一世界一周してくるかもしれないけど撮りたい調べるでつき忘れた。そしたら加工だよっていう、ほくろが消える加工悩むね。この辺のほくろは取りたい。取ろうかな。ここにあるの、鼻の下にもあるし、ここにもある。薄いんだけど、って思うと割と存在あれが強い、存在感が強い。
わかるよね。でもこの辺はいつできたの許可してないよ。ここがね、最初一番最初に誕生したところなんだけど、消えてきたの。こっちに多分吸われたね、吸い取られた。60個取ったら何十万とかしない？なんか薄くなったらいいよね、また。先着1名ほくろ摘出したほくろ先着1名。手のひらいいですよね。手とかにあるの可愛くない？ちっちゃいのポツンみたいなって思うのに手にはないんですよ。ここにある、ここてんてんてん、3つゲット。ここにもあります。こっちにもある。体にあるのはいいよね体にあるのは大丈夫です。好きです。そう、真ん中にあるの。ネックレスしなくてもさ、なんかペンでさこう書いとけばさ、ほくろほくろネックレスみたいな。ほくろできやすいんだと思うか、皮膚の活性化がいい人ほどほくろできやすいんだって。うん、あるほくろ。肌の、そう、その、なんだろう、再生のあれが早い人、回転活性化がいい人ほどできやすいんだって。そう、大人になって増えていくのは、それ子供生まれた時からあるのは遺伝。ほぼ遺伝ほぼ遺伝だけど、そういいことなんだけどね。そう、ほぐろが多い人の方がなんか若く見えるらしい。皮膚のその生まれ変わりが早いから若くは見えるんだって。だからその点においてはいいんだけど、ちょっといいところにできてほしいよね。この辺とかさ、なんかいいとこにできてよって思わない？ここのほくろ好きなんだけど見えないでしょ。もうちょっと上なんだよ、ここのほくろできるべきはちょっと。
そう、おしゃれな位置に欲しい。最近ね、ここにこう置いてやってるじゃないですか、カメラを置いてっていうか、なんかこのワイヤーのスマホスタンドをなんかベッドの枠につけて携帯挟んでるんですけど、真下がちょうど枕で、いつも寝るときにさこう寝るじゃないですか。でちょっと上見たときに、あ、なんかいるって思うのこのスマホスタンドを見ていつもうわーって思うで、あ、スタンドかと思って、てってるてってってる、もうスタンドだと思ってそう、あーあーと思って寝るんだけど、もうびっくりしてる。2日間、3日目ですよね、確かここでやるの。そう、つけっぱなしにしてるからさ、もうびっくりしちゃうんだよね。今日はさすがにびっくりしないと思うんだけど、本当にうわーってなるぶつけないです、ちょうど。びっくりしちゃう。でもね、ここで YouTube 見ながらボディクリーム塗ったりできるから便利、いい場所を見つけました。そう、でもね、ここで配信してるとき全部さ暗いのつけてるからさ、暗い服着てるからさ、明るい服着たらわかんない。あ、全然盛れるかな。オリオンビール、さっき畳もうと思って置いた T シャツが置いてある。そう、前の時はね、光の真下で配信してたから光の当たり加減が悪かったの。でもここもここで体勢難しいね。難しい。唇が乾いてきたよ。こんなところにリップが。腰っていうかお尻の骨が痛い相首止まんない、寝すぎなのかな。寝すぎてる。すごいですよ、ちゃんと皆さん毎日起きてお仕事して、拍手。本当に第二のラテだから、顔寝て起きてご飯食べて、ぼーっとしてご飯食べて寝て飼われてる、飼育されてる。あくびが。買いますか。買いますか。
散歩は行かないタイプです。外歩きたくないので。あ、か飼われても飼われても母は散歩は行きません。ラテちゃんも行ったことないけど。明日祝日だわ、知ってるよ。だからみんな里川ラブ聞けるね。お仕事の方は頑張る。うわあ、首が止まらない。頑張ってください。お仕事の方は頑張って里川ラブを聞いてください。というわけで、そろそろランキングを見ようかな。首が本当に止まんない。どうしてだと思う？眠たいのかな？何か足りないのかな？砂糖が足りない？飛ぶ。ということで、ランキングを見ます。1位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。13位、ありがとうございます。ありがとうございました。ここにもほくろあるの知ってた？ありがとうございました。つまらない配信を見ていただき、明日は里香ホラブなので聞いてください。配信はしないかもしれない。またね、アメブロ見てね。